お疲れ様です。今日はちょっと古めかしい画像が見られていますけども、お気づきの方いるでしょうか。なんかいずれもですね、手ぬぐいが見えている、まあそんな画像がね、気になっている方もいるんじゃないかなと思います。手ぬぐいのないのもねありますけども、まあ大体こう手ぬぐいが昔のこういった絵にはかけられてるんですよね。特にご覧いただいているように富士山が映っていて、は歩いている男性が傘を差しているのかなっていうところで、これはね、旅人を指すことが多いみたいなんですよ。まあもちろんそうとは限らない場面かもしれませんけどね。ということで今回は江戸時代の旅人が宿を借りる際に手ぬぐいを出す理由ということをお話ししておきます。今では全くねこんな習慣ありませんけども、実はこの時代の方々っていうのは旅をするときに必ず手ぬぐいを持って行ったんですよね。で、宿に泊まる際にその手ぬぐいを出した、まあ宿でなくても一宿一般の恩義を預かる一般の家庭とかね、縁のある方のところに泊まる際には必ず最初に手ぬぐいを出したらしいんですよ。いや、なんかそんなこと知らないよって方も多いと思いますけども、まあなくなってしまった日本の常識としてこういったものがある、それが現代にも通じる部分があるんじゃないかなということで調べてみました。まずこの手ぬぐい、一体どんな意味があるのかってことですけども、実はね、手ぬぐいって当時の身分証明の代わりになっていたんですよ。で、手ぬぐいには家紋が入っていることが多かったんですよ。ということでね、武士とか商人っていうのは家紋入りの手ぬぐいをいつも持ち歩いていました。まあこれ現代で言えばパスポートとかね、名刺みたいなもんなんでしょうね。自分自身の身分証明の役割を果たしていたんで、だから泊まりの際にはこれこれしかじかこういうもので足はお邪魔になっておりますという形で手ぬぐいを真っ先に出すっていう習慣があったんですよね。それからその手ぬぐいを見ることによって所属が分かったということがあります。その旅人がどこから来たのか、どの藩の人なのかを判断するということで、当時はやっぱり信頼関係が厚かったんでしょうね。手ぬぐいってのをやっぱ偽造したりとか、誰かのものをポンと使ったりってことが基本的にはなかったってことが当時の町の人の信頼関係のスタートだったみたいです。そして2つ目なんですけども、まさにね、信用度を示すってことだったらしいです。手ぬぐいを出すことによって清潔感、手ぬぐいの状態はその人の生活感や身分を示す目安とされていたんですよね。それから経済力です。手ぬぐいの素材や柄っていうのはその人の経済力や社会的地位を反映してということなんですよね。そんなもんかなと思いますよね。ただし現代に置き換えてみると、私たちはまあハンカチを持っている人と持っていない人いますよね。やっぱ大事な時に男性でもポケットからハンカチをね、しかも綺麗でおしゃれなハンカチを出して使っているのを見ると、あ、なんか一枚上手だなっていう風に感じることがあるんじゃないかなと思います。で、3つ目なんですけども、単純に挨拶の印としてこのタオルを使ったってことでしょうかね。で、来訪の挨拶ですよ。宿の主人に自分が客として来たことを示す一種の挨拶として手ぬぐいを差し出す習慣が一般的だったってことですよ。まあ、その習慣が今は失われて名刺に変わったってことなんですかね。はい。それから交換の道具というね、ちょっと変わった意味もあったらしいです。物々交換ですよね。この手ぬぐいってのは現金をあまり持たない旅人にとって物々交換の手段として利用されることがあったということなんで、支払いの際にこの手ぬぐいで頼むわみたいなことがねあったのかなと思うと、やっぱり当時の価値観っていうのはそういうところにあったのかなと、なかなかね一見受け入れがたいものがありますね、私たちには。はい。そしてお土産です。旅先で手に入れた手ぬぐいを土産として持ち帰ることがあったということです。はい。ここら辺見るといろんなところで手ぬぐいっていうのがね、さまざまな役割を果たしていたことがわかります。時には名刺、時には通貨、時には自分が来ましたよという証拠になるってことですね。で、その他なんですけども、やっと出てくるのが顔拭きっていう役割です。旅の途中で汗をかいたり顔を洗ったりする際に使用するために常に持ち歩いていたと。私も思うんですけどもね、ちょっと大きめのタオルとか大きめのハンカチをねいつも持ち歩いてるんですよ、厚手のやつを。これがねものすごく使えるんですよね。
夏場なんてのは当然汗をかいたり汚れたところをさっと拭くことができますけども、水道があるところでね、ちょっとタオルをこうジャーッと洗い直して、で全身の体温を下げるのに夏場は使ったりするんですよ。濡れたタオルで額とか腕を拭くだけでスーッと涼しくなりますからね。また防寒着という役割もあります。寒さ対策で首に巻いたり頭に巻いたりするということで、タオルがこういう時に暑い時にも使えるし寒い時にも使えるっていう、まあ、そんな側面があることが分かりますね。はい、じゃあまとめに入りましょうか。江戸時代の手ぬぐいは単なる布ではなくて、身分証明、信用度を示すもの、通貨、挨拶の道具、物々交換の手段など多様な役割を持っていたということは、現代の私たちには想像もできないような価値観の劣化なのかもしれませんね。旅人が手ぬぐいを出した行為には現代では考えられないような深い意味と意気というものがそこにあったんですよね。まさに旅人は世を渡る渡世人ということだったんでしょう。そういえば鼻緒の下駄の鼻緒が切れた、そんな人に対してね、手ぬぐいをビビッとちぎって即席の鼻緒のささっと作って、これでもう心配ないよっていうようなね、まあ、そんな姿を見ることもありましたね。今では全く見られなくなりました。で、手ぬぐいの種類っていうのが、まあ、ちょっとね考えてみたいと思いますけども、江戸時代には様々な種類の手ぬぐいがあって、素材とか柄とか用途によって使い分けられていたらしいです。つまり手ぬぐいを見ただけでどんな人か、どこから来たのか、何に使うのかってことが見分けれる目利きっていうものも日本人は持っていたのかもしれません。で、さらに宿の選び方ですよね。旅人は手ぬぐいの種類や状態によってどの宿に泊まるかを決めたこともあったと言われている、まあ、つまり手ぬぐいによって足元を見られるってことなんですよね。で、なんで手ぬぐいがこういった用途として選ばれてきたのかってことなんですけども、おそらく携帯性、コンパクトで持ち運びやすく、かさばらないし重くないってこと、そしていろんな形に役割のたんびに変えてくれるってこと、それから機能性ですよね。さまざまな用途に使える汎用性の高さです、はい、で、安くて入手しやすいっていうところもありました。一般的に当時でも手ぬぐいは安くて手頃だったってことですよね。こういった特徴が手ぬぐいを旅人の必携品として求められたということです。そして最大の要点は、手ぬぐいという簡単に手に入れられて簡単に偽造できるものをそうしなかったという当時のモラルですよね。だから信用できた、疑う人がいなかった、手ぬぐいを嘘つくやつはいないっていう、まあ、そんなモラルが当時あったのかなと推察します。今回は手ぬぐいについてちょっとお話しさせてもらいました。ありがとうございました。